皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタードやっていきたいと思います。でサガフロは、まあ、当初はねやってました。当初やってたんだけど、もう内容は全然覚えてなくて、でね、まあニューゲームで主人公選んでいくんですけれども、エミリアはねクリアした、でリュートはクリアしてない、レッドはやって T260 はクリアしてないと思うんだよね。でクーンもやってなくて、でブルーはね一番最初にやったから覚えてる。ブルー一番最初で主人公でやってクリアしたんですよね。でアセルスはクリアした。まあ人間バージョンではクリアしてないですけどね。なんか普通にヨーマとかやってったけど、もう何のエンディングだっけ。あとヨーマとなんか3種類くらいあったよね。でも人間バージョンではなかったと思います。まあだから半分くらいはやったのかな。半分くらいはやって、であと今回はこの主人公に加えてヒューズがね、あの一人主人公クリアすると登場するということになってるんですけれども、まあ最初は誰でやろうかな。やっぱりアセルスとかね超人気なんだろうけど、超人気で、しかもシナリオもね追加されてるみたいなんですけれども、ちょっと勘を取り戻すということでブルーを主人公にしてやっていきたいと思います。ブルーヒューマン、この主人公で始めると。追加要素はありでいきましょう。マジックキングダム、修士修了式開会、主任教授なんだ。教授会による厳正な成績審査の結果、全会一致により今期の修士修了者をブルーに決定した。これ一人しかさ修了者出ないの、年何回修了者出るんだろう。マジックキングダムの離れ、リージョン会の外遊を許可する。第一の務め、術の資質を身につけより高度な術を鍛錬することである。出発前に校長からのお言葉がある。これ校長とか出るんだっけ。姿は出ないよね。でなんとなく女性っぽいよね校長。双子、術師として完成することはない。別の場所で双子のルージュも同じように終了の日を迎えている。わかんないよ、ルージュ落ちこぼれたかもしんないじゃん。なぜそれがわかるんだ。不完全な2人の術師よりも1人の完璧な術師を求めている。資質を身につけ術を高め、そしてルージュを殺せ。まあそんなわけで旅立ちましょう。でルージュはもうリュージョン移動を持ってるんで、なんかこの船とか乗んなくてもね移動できるんですけど、これは最初に移動できるところが全然ないね。ここ行こう、ルミナス。最初だけちょっと感覚をつかむために陽の術を取ったんで、ルミナスには陽と陰の手がかりがある。ルージュの得た術をお前が身につけることはできない。で右肩になんかいろいろ出てるんだよね。行けるところがこれ多分最初のサガフロにはなかったよね。で、あ今一瞬ルージュがいなかった。残像が見えた気がするんだけど。でこれでいろんなとこ行けるんだけど、まずはでも最初なんでね、ちょっとセオリー通りに行きます。陽の術、陽の術を聞きましょう。光や熱の力を使う術、陰とは相反するため共存することができません。まあ水と火みたいな関係ですね。片方覚えてると片方は覚えられない。で陰の術、まあ、用途は相反するため覚えられません。で陰と陽どっちを取るかっていうと、
まあ、これは陽の方がいいんで陽の術を取りに行きます。で、陽の術の資質を持ってると術をひらめくんだっけ、行為の術を、その変える術以外で。で、その資質を取りに行くんですけど、これもっと、なんていうの、一緒に挑む人、一緒に挑む人しか資質は得られないんですけど、もう別にブル以外使わないっしょ、術は。で、ここのダンジョンは特にモンスターがいるわけじゃないんで、厳密にはモンスターと遭遇することもあるんですけど、モンスターと戦うことがないんで、パパパッとやっちゃいます。まあ、光の方向を行きなさいと。カチャで、カチャだっけで、OK。で、ここが、この変な鏡みたいなの取れるんですよね。取って、下に置いて、で、カチャッとやって、カチャッとやって、カチャッとやる。これで2個目も突破。で、ここが3個目最後。で、要は光を壁に当てるんですけど、壁に当てる色で、効果が変わる。今触れちゃうとモンスターと戦闘になるんで、アイテムをね、取りたいんですよね。アイテムを取りたいんだけど、どうすんだっけ？カチャって取って、カチャって置いて、で、カチャっとやって、カチャっとやって、カチャっとやって、いや、なんか違うな。青じゃないんだよね。これかな？これなんだ、月白のショール。これをちょっと手に入れたかった。で、あとは、まあ、出よう。これやって、これやって、どうすればいいんだ？これで出られるようになったか。妖術の資質を得た。まあ、簡単なもんといえば簡単なもんだよね。これサムネにできるね。じゃあ資質を得ましたんで、1個くらい買おうか。で、お金が今1000円か。300円するんだ。100円とかで買えないんだ。フラッシュファイヤーがね、敵全体なんで、使いやすいっちゃ使いやすいんだけど、600円。太陽光線だけでいいかな、とりあえず。あれ、術っていっぱい覚えてると、あれだよね、なんか、JP-1 になったよね、そういえば。いや、でもちょ、金取っとこう。あ、 あと今回一応、まあ、縛りではないんですけど、あの、無限スクラップは使わないです。普通にやっていきます。無限スクラップなしでやっていきます。じゃあ次。どこへ行けばいいんだ？てか、ここはタダで行けるか。金かかるところはね、リージョンイドを使った方がいいんで、まあ、まずなんか全体的に1回ずつ行っておいた方がいいよね、クーロンまで行って。基本クーロンが、なんていうの、中継地点になるんで、1回クーロンに行こう。で、この世界はリージョンと呼ばれる、もので、なんだろうね、これが宇宙みたいな感じ。で、1つの星っていうイメージですかね、イメージ。さて、そっからですね、アイテムを使って、で、普通の人は持ってないんですけど、ブルーだけリージョン移動持ってるんで、こっからね、移動できる。一回行ったところは行けるんで、またね、ちょっと術のイベントを進めながら、これどういう組み分けだ？なんか一応、何個かで1セットになってるんだ。何個か1セットになってて、近いところかな？近場があれなのかな？取りまとめられてるのかな？ドゥバンに行こう。で、ここは秘術か陰術。町の人も話せるんで、占いなんぞ薬にも毒にもならない。
占うよ。え占ってくんねえじゃん。ちょっと下がって俺。大凶とかこれ毎回変わんのかな。ちょっともう一回やろう。大凶はやだ、なんか怖い。大凶変わんねえんだけど。まあいいや、大凶でいこう。で、インカ、秘術ルーンの力で、これは秘術の方がいいんだよね確か。で、秘術はこっち。秘術を聞きたい。アルカナのカード。一応ね、術の説明を聞きたいってやると、全部じゃないんだけど、どういう術があるのかが見れる。虚空に描く。タロンサインの力で奇跡を起こす。アルカナソーサリー。剣。剣のカードで攻撃。っていう感じです。盾。はい。これ、塔もあったよね。塔多弾塔、塔多弾塔みたいな。スーパー連携。金か。ちょっとやってみよう。これ、戦闘早められるんで、R3 で。ちょっと便利だよね。ミスとか。まあ、そんな感じです。終了します。で、秘術のことを聞きたい。で、カードを集めてくださいと。縦が IRPO。金がバカラ。灰がヨークランド。剣は若津。はい。4枚のカードをもらった。アルカナ太郎に変わったとき、あなたは資質を身につけている。ありがとうございます。で、ここが、レイ姫のいるとこだよね。神社。で、術のことを聞きたい。呪術、空術。呪術について聞く。時を操る。これほど強力な術はあるまい。時と空も相反してるんで、両方は覚えらんないはず。ムスペルニブル、指輪の君、ファシナトゥール、魅惑の君。空術も聞いておこう。聞くだけ。空間を自在に操作する術。特殊な場所に行かなきゃ手に入らない。お前では力不足じゃん。これいつか送ってくれんだっけ。これさ、ここもさ、なんかあるけど、はやっ、ちょ待って待って、これ制御不能なんだけど。早すぎる。移動は通常でいいや。別に移動普通でも早いからね。というわけで、どこへ行くのかというと、一人なんでスクラップに行こう。あ、またいたね。今ルージュこれいるんだ。そういえばそうだった気がすんな。で、スクラップに結構仲間にできる人がいるんだけど、クーロンに行かなきゃダメなのか一回。じゃあクーロンはリージョン移動でもよかったけど、ただだからで、クーロンからどこだ、スクラップあった。スクラップに行って、で、このスクラップで本来だったらジャンクアサリができるんだけど、別にやらないです。だいぶ難易度下がるからね。めちゃ強い武器と防具すげえ簡単に手に入るから。で、ゲンさん、あ、しまった。ゲンさん、若津の話を聞かないと仲間にできなかったんだ。機械、何か役に立つか。 T260 入れておこう。で、この子も入れておこう。妖術、この女役に立ちそうだ。で、クーンはいらない。で、リュート、どうする。一応入れとく。まあ、別にその仲間は多くてもマイナスにはならないはず。1軍2軍みたいなのがあるから。これね、なんかチーム1、チーム2、チーム3ってあるけど、別に多くてもデメリットはないよね多分。で、ゲンさん
じゃあクーン入れてもいいじゃんって思うかもしれないけど、ちょっとねモンスター俺あんまり使い方が分かんないんだよね。あ、一応種族あります。ヒューマン、ヨーマ、モンスター、メカで、これによってもちろんその各特性が違うんで、でルミナスじゃなくて俺はクーロンに行きたい。ゲンさんとかほぼ全員のシナリオで仲間にした気がするからな、それほど強い。鉄パイプを剣のように操った若津の剣豪の技、若津の生き残りに違いない。スクラップ、シャツに鉢巻き姿、全然剣豪らしくなかったぜゲンさん。そんなわけでまた戻りましょう。ではゲンさんに話しかけます。あなたがゲンか。若津城への案内を頼む。若津、剣のカードが欲しい。剣聖の間で、これで一応5人フルメンバーなんで、でこっからその術のカードを集めていくんですけど、ちょっと戦力アップも狙いたいんで、まあまず行く場所ではクーロンからシュライクへ行きます。こっちの方がシップかっこいいな。なんか最初乗ってたボロいやつだったけどね。でここで西王の古墳に行って、西王ってこの山水に住むってやるね、聖なる聖じゃなくて。ここで墓を漁ると、漁ってちょっと戦力強化を狙う。とりあえず初戦闘してみよう。長かったな初戦闘まで。エナジーチェーン、あれ太陽光線がない。これさ覚えるな。そうロケットスクラップパーツしかないんだけど、アグニ SSP なんかもう弱い、ボーイナイフも弱いよね。ブロードソーゲンさんはね、まあまあまあいいよね。切り返しゼロで使えるからね。まあとはいえちょっとひらめきたいっちゃひらめきたい。強っ普通に強い。ちょっと待って、俺の太陽光線どこ行った。これかな。え、装備技術、装備、いや装備技術だよな。で術か、陰術、魔術ってどういう扱いだったっけ。まあいいや、よくわかんねえ。太陽光線を使っていこう。で戦闘はしていく。戦力アップを狙っていかないといけないからね、ちゃんと。強いな。てかみんなどれくらい強いんだ、ちょっと見よう。ブル125、メーレンが若干弱いな。ヒットポイントが。でステータスは基本的にあの全部上がっていくんで、てか収支の行為をさ変えよう。せっかく手に入れたんだ、これ上がるじゃん、全然上がるじゃん。霊感ってなんだっけ、わかんない、意味がわからん。霊感のだって知力は別でしょ。で墓を漁っていくけど、今のところ苦労せず倒せんな。っていうかブルーしか攻撃してないから、1匹しか出てないから。あー58と14とか弱え、他の人たちが弱い。まあちょっと探索しましょう。でここ落ちて、落ちて、あの剣が欲しいんだよ。だから足場があるってとこから降りられんのか。じゃあこの剣を取りましょう。戦闘いけるかな。てかさスクラップパーツか、弾が一発しかないんだけど、一発撃つともうガッツディフレクトナイスだ。頼れるべきはゲンさん。
剣リフレクトされた。終わった。烈風剣いきなり覚えたんだけど、これどうする？インスタントキット。え、インスタントキットって何？メカ限定か。なるほどね。防御しとこう。これ逃げられる？ちょっと待って、無理だ。このバトルは退却できません。あれもやっぱ買えばよかったかな。パンチとかどう考えても弱いでしょう。精密射撃を使うか。烈風剣だな。原産頼みだ。よし、ナイス。よし、倒した。烈風剣100。これはブルーが死んだらかなりやばい。何が強いんだ。攻撃力が乗ってるとすげえ助かるんだけどな。ただ技ポイント使う分にはこれが強い。切り返し。これ LP ってどうやって回復するんだっけ。でもこれ倒せるはず。1200。ブルー強え。ブルーが普通に強え。スターライトヒール覚えた。こうやって覚えていきます。資質持ってると。資質持ってないと覚えないはず。ボーンブレスト、これで天の村雲の剣って読むのかな。これゲンさんに染めさせよう。ブロードソードじゃなくて33、三種の神器の一つで、ボーイナイフから攻撃力7。ブロードソードが若干マシだな。でどうしよう。メイレンとかでも術も持ってるって言ってたよね。用の術、スターライトヒール持ってんじゃん。まあでも資質がないからもう覚えらんねえから、銃を使わせていこう。てかエミリアに変えるからね、多分メイレン。悲しいことに。まあそんな感じで、あと2つあるんで取っていきたいと思います。っていうかスクラップバズーカがまずしょぼすぎるんで、ちょっとなんか売ってないから中島製作所に。メカ用の何かがあったような気がするんだけど、これは引き取るやつでしょ、買っていくやつ。ミサイルポット、命中率は高い。ハンドバルカン、電磁砲、範囲内の敵。あ、全部範囲、あ、違うな。これはあれ、電磁鎧、防御力25。強いのか弱いのか分かんないけど強そう。弾は3発、範囲内。弾60発も必要ないよね。これだってあれだもん、戦闘終われば回復するはずだから。まあとりあえずこれでいいかな。範囲内攻撃できるし。ベルト、ベルトってどういうこと。広がっていくやつかな。一直線かな。金が100円になってしまった。でスクラップバズーカはもう本当にいらない。なんでいっぱい持ってんだ。なんか戦ってるうちに手に入れたかな。あ、そうでね、これはなんかつけるんだっけ。あ、そうだよね、つけてあげていくのと、あとなんかチップみたいなのやっていくから、まず人間、ゲンさんマジ重要。武闘技しか装備してねえじゃねえかよ。ボンブレストってなんか怪しくない？熱に弱いね。これは術に強い。え、強くない？普通に。あ、プロテクタートツに強いのか。これザンダートツ全部乗ってるからいいよね。乗ってたっけ、もともとのやつも。いや、わかんねえ。プロテクターつけるでしょ。あと、もう物がない。で、竜とリジットレザー。あ、なかなかいいの装備してんじゃん。ボーンブレストはあれだね、こう、癖がある。コットンシャツ。よっ、覆面の帽子。なんかいいの装備してんな。防具はいいの装備してんな。メイレン、全部装備してんじゃん。じゃあうちの T260 につけるか。スクラップパーツとか、メモリー数は増加しないとか。スクラップバズーカ全体的になんか上がる。これやっとこう。ボーンブレストは熱下がるのちょっとやだな。なんかコットンシャツでも装備させとくか。運動って何？まあいいや、装備させとこう。OK。で、ここは、あ、こっちか。いらない。
電磁放射直線か、まあ、2体に入ればいいんだろうけど、危険地さんマジ強くなった。天の村雲の剣やって、あ、強い強い強い、よしよしよし、あとはひたすらアイテムとか漁って強くなっていこう。お、これでデータ収集ができる。充填完了。これ回復しただけ。一応ね、メカ系の敵がいるんで、メカ系の敵を倒すとなんかできた気がする。もう一回こいつも倒してみよう。今のところ戦闘は全然苦労しないね。基本一発で倒せる。メイレンとリュートは一発で倒せないけど、ソードアタッカー、データ収集、うん、こういう感じか。とりあえずできる分はどんどんやっていこう。これかな、マガタマ。マガタマって何の役に立つんだっけ。強くなった俺の力見してやる。 T260 メイレンは変わらない。リュートも多分大して強くなってない。ゲンさん烈風剣、その力見してやる。やべ死ぬ、危ねえ。せめて烈風剣180、170、79回復するって 10% くらい回復していくかな。ちょっと待って、メイレンちゃんはスターライトヒールでゲンさん回復させよう。一応攻撃の要だからね、スーパーアタッカーだから。死ぬ死んだメカがね。烈風剣強い。戦闘めちゃくちゃ早いんだけど。鎮魂の勾玉どういう効果があるとか載ってるかな。牙の守りとかいつの間にか手に入ってんな。聖火、あれこれなんかそこそこ使えた気がするんだけどな。三種の時期防御力は1だけど、あ、ちょっと試してみよう。ちょっと待って、1人近いね。技ポイントが6、聖なる旋律、敵を浄化する。ちょっとあれはこいつ技ポイントないかな、使えない。うわ俺ももうゲンさんがない。一回帰ろう、一回帰って寝よう。いや銃がちょっと弱いわ。あの骸骨2人相手にするのは今の技ポイントだときつい。ちょっと見づらいけど、これがそうだっけ。あともう一つでっかい骨2体か。これは変わんないからね。お元気だから今で風景。え、なんでどうした今。スタンしたよ、命令が死んだ。あれマヒター、あいつ骸骨のくせに切り返し覚えた。弱え。サンダーバリアか、どうなってんの。やべえ強え。うわブルーもやられた。寝たけど LP 回復したんだっけ。倒せねえ、まずい。ちょっともう一回烈風剣、投げ払いでスタンするのがマジで痛い。よし1体倒した、1体倒してくれれば。あ、烈風剣じゃなかった、烈風放射。ちょっと待って、よくよく考えればさ、二刀流にした方が良かったわ。二刀烈風覚えるから。剣をね2つ持ってるとね、二刀烈風を覚えたりするんですよ。これ何、なんかいけるよマークみたいなのついてるけど、てか右のやつ見づらいな。もう大丈夫だよ、あれなくて。どれだ、メニュー表示か。じゃあオフになったな。メニュー表示数シンプルデザイン、マップアイコンじゃない、ガイドパネルか。これでどうでしょうか。消えねえしよくわかんねえや。でこれでですね、三種の神器を揃えたんで、一応これ捧げることができるんですよ。剣、勾玉、盾を。でいやもうセーブしたからやり直すよ。やり直すけど、こういうイベントがありますっていうのをちょっと見るだけで、こっから草薙の剣が手に入る。ただしボスを倒せば。で
天の村雲の剣を外しちゃったんで4体プラス西洋だからね、勝ち目はないから正直いって、ひどくない？ゲッゲッゲッ、集中攻撃食らってんだけど、いたLP1 しかねえんだけど入らないかな、誰も入らねえわ。切り返しとかね、いや無理だからね、体術しかない玄ちゃんっていうのをやると草薙の剣がさっき使ってたやつね手に入りますと。まあ取りすぎる、スライディング200、スライディング強いな。てかさ、これさ電磁ボリアになっちゃうじゃん、フォークには攻撃できねえな。強すぎ。これさ、こっちもさ上がってんの、全員のあれが上がるんだね、敵味方含めて。これブルー死んだっしょ、ブルーは死んだっていう感じなので、ここは無視します。また強くなったら草薙の剣を取りに行きましょう。まあそんなわけで墓漁りが終了したので、まあそんな感じでロマサガじゃなくてサガフロやっていきたいと思いますので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。